CP-140 オーロラ CP-140 アンペアーアークツールス CP-140CP-140 CP オーロラはカナダ空軍が運用している対戦勝会機海洋艦式ロッキード P-3C の派生型である。カナダ空軍は旧式化してきた CP-107 アーガス対戦勝会機の後継機を求めており、 それは1980年代前半に取得する予定であった。これにはアメリカ合衆国のロッキード P-3G の派生形を導入することとなり、名称は CP-140 オーロラと命名された。CP-140 の機体は P-3G を母体としているが、その部位発射口の数は減らされ、空いた箇所に垂直パノラマ式カメラを搭載できるように、 なっている。対戦機材及び洋上監視システムについては S-3 バイキングの機材を元にしたものを搭載している。また機内配置も異なり、搭乗員は密接な連携を取れるように、戦術航空士を中心とした、この地型配置のコンソールに座る形になっている。CP-140 は1980年より18機が導入され機体は、 第14航空団に集中配備されて冷戦期には、北、大西洋上での対戦紹介に当たった。冷戦終結後は長距離紹介機として、任務の多様化が図られ、21世紀に入ってからは、カナダ国内軍や、王立カナダ機は警察などと協力しての、対テロ警戒、麻薬密輸かんの任務に従事している。また、対テロ戦争の一環として、 中東海域へも派遣されている。近年は北朝鮮のセドリカン市参加のため日本にも飛来するようになっている。一部の機体は老朽化してきたため、延命、近代化が1998年より段階的に進められている。c p 1 4 0ペアークツールス1991年に、 P-3 の生産が一旦打ち切られると CP-140 の生産も困難となった。そのため余剰機体を導入することとなったが、これは対戦機材が省略されたものであり CP-140A アークツールスと命名された。CP-140A は3機が導入され、飛行訓練及び海洋監視任務につけられた。 CP-140A は2011年に退役した。ありがとうございます。